はい、どうも皆さんこんにちは。久しぶりですね。いやー、めっきり寒くなりましたね。僕も今日はヒートテックをね着て、本当はこういう風に着るやつじゃないんですけども、それぐらい今日は寒いです。9度かな、気温が。やっぱ寒いと思う日も来るんですね。夏の間はね、絶対寒いと思わないっていう思ってましたけどね。いや、もうやっぱ寒いものは寒いし、暑い時は暑いです。除湿機なんかね買っちゃったりして、あ、加湿器か。もうね、喉が渇いて起きちゃうんですね。1日一晩に2回ぐらいで困っちゃったもんでね、買って、まあそれから結構快適に過ごしてはいますけども、まあ湿度が高すぎるのも低すぎるのも問題かななんて思ってます。はい、それでは今日の本題なんですけども、今ですね、巷で噂になってると思いますが、怖い絵展というのをですね、上野の美術館でやっております。上野の森美術館ですね。まあずっと行きたいなって思ってたんですけど、なかなかちょっと行けなくて、でこの間ようやくチケットを買って行ったんですけども、もうね、あの時間確か、まあ、2時3時だったかな、まあ、昼間ではなかったと思うんですけど、とにかく人がすごくて80分待ちだったんで、ちょっと様子見て、あの上野動物園に行って、まあいろいろね回って、まあちょっと空いてたら行こうかぐらいの感じで行ったんですけど、結局その日はですね行けなくて、もう一回ちょっとリベンジしに行ってきました。で結構ね、人多かったんで、やっぱりちょっと時間少し空けてまた上野動物園行って、で行ったらね60分待ちになったんで並んだんですね。でまあだいたい閉館ギリギリだったんですけど、僕今回ですね、どうしてもこの絵が見たかったんですよ。この絵はね有名ですね。これ知ってますか？これレディ・ジェーン・グレイの処刑っていうやつなんですけど、すっごい有名なね絵なんですね。怖い絵で、これちょっと僕、あ、光が反射しちゃってる、解説させていただいてもよろしいでしょうか？これね、1833年に描かれた絵なんですけど、これ自体は1500何年かなんかの処刑なんですね。で皆さんが知ってる、まあ、絵だとは思うんです。看板にもなってるし、ちょっと有名だと思うんですけど、これまあその題名の通り、この子が処刑をされるとこなんですけども、この男の人とこの女の子が着てる衣装、まあ、これとあとですね、3つ嘘が隠されてるんですね、実はね。でこの何が嘘かっていうと、まあ、ちょっとその前に説明させていただくと、この子は次女、松女と書いて次女ですけど、あ、松女でね、妹、お姉ちゃん、この子のね。でこの子がつけてた首飾りを今取ってて、でもう途方に暮れて泣いてると。で、まあ、この子は今からここに行くんですけども、この子はね女王様なんですね。この時代の女王様に陰謀で、女王様になってしまったという子なんですけども、なんと16歳という若さでこの子は処刑をされてしまいました。でこの子はですね、ちょっとごめんなさい、跳ね返ってる感じがするんでちょっといいかな。この子は16歳で処刑されちゃったんですけども、9日間だけの一番短い期間の女王様ということになってます。失礼。でこの絵の、3つのその嘘の前に、この絵の何がすごいかっていうとですね、まず照明なんですね。この時代のこの時の絵画って、だいたいこちら側から光が入ってこっちに影が出てくるような絵が多いんですけども、このね絵に関して言うとね、そこからやるとね、このおじさんの、この人は何でしょう、牧師さんというかね、最後の言葉はないかっていろいろ導いてくれるっていうんですか、人なんですけども、この人には顔に光が当たりすぎたらこの子が目立たなくなっちゃう。じゃあどうやって当てられたかというと、これ真上から照明が当てられてます。でこの絵を描いた人が舞台照明とかをやってた人で、ちょっと待って、これ剥がしましょうね、ちょっと見づらいですもんね。お、いいですね、見づらくなった、見やすくなった。わあ、いいね、すごい。あれ、なんか、あららららららら、らこれ裏側がこうなっちゃってました。ペラリンチョですね。だいぶ出さない方が良かったみたいね。ああ、いや、これいくらだか1680円とかして、結構ねいろいろ割高なんですよ。まあいいや、
この照明をやってた、経験のある画家の方が書いてですね、こういうふうに照明にすごくこだわって作られてます。でこれ実は1500何年にあったこの処刑、外で行われてます。噴水の前で、もともとこのエニョ、モデルになった絵があって、その絵は外でやってます。噴水の前で、みんなの前で公開処刑をされてます。でもう一個の嘘が、この人ね、めちゃくちゃ大きく描かれてるんですけど、これは何対何っていう、その綺麗な対比が考えられて作られてます。もともとあった、もうちょっと古い、もっと古い絵がですね、この人は、大きさがまた考えられてちょっと違うんですけど、もっと大きかったかな。あの権力の象徴みたいな、力を表すための、大きさと考えられています。でこの人ですね、なんで大きさもそうなんですけど、この人ね、もともと本当はマスクをしてるんです。2つ目の嘘は、マスクをして顔が見えないようにはなってたんです。ただこれを顔を出すことによって、この人ですね、すごいね、あのね、切ない顔をしてます。この若い女の子を殺したくないという顔をしてますね。すごくあのそういった表情も見れるということと、あとはそのまあ外でやってた、もう一個はですね、この子の白い衣装、ドレス、これが嘘です。当時の処刑された時の王女の衣装というか、あのドレスは水色なんですね、青っぽい。なんでやっぱこれを白にしたかというと、今からこの人のこの斧で首を振り落とした時に血が出ますよね。この白いドレスが血に染まるところを誰もが想像しますよね。そのため、そしてこの生地もこの時代のシルクの何でしょうね、こう漢字サテンとかですねの書かれたのを真似して、書かれているので、当時の生地もまたちょっと違くてですね、まあ、わざとこの白くして、目隠しをしてやってるんですけども、この子もね、この幼さの頃手にね、結婚指輪をしてます。でこの結婚指輪っていうのは、もちろんあの女王なんで旦那さんというかいるんですけど、この子ね、あのね、すごく悲しい最後なんでしょうね、物語としては、自ら手を差し伸べようとしてますね。で差し伸べることによって一つの時代を終わらせる、みんなのためになるというか、私が犠牲になりますと、決して嫌がってるように見えないです、顔もこの手もっていう、最終的にこのなんでしょう、本当に怖いというか、なんかすごい切ない絵に仕上がっております。うん。でこの何でしょう、わら、ま、何でしょうね、この馬の餌みたいな、これはあの血を吸わせるためのものです。あの下が下にね、血がダーっていくんでね。いやこれが本当にあった話なんで、昔は本当怖い時代でしたね、本当にね。そう、そんなとこです。でも本当、本物はね、大きさから何からね、素晴らしかったですね。やっぱりもちろん人も多いし、あでその僕あの音声ガイダンスをつけていったんですよ、吉田羊さんの声なんですけど、もうそれがね、知っててもちろんあの借りたんですけど、もうなんかすごいね、セクシーなんですよ、エロい、なんかで、やっぱりこのグロさ、グロい絵とかもあるんですけど、結構ね、エッチな観音系の絵画もあるんですね。その時のね、吉田羊さんのね、声がね、またセクシーなんですね。うん、ぜひね、まだあと1ヶ月ぐらいもうないかな、ちょっと時間もあるので、ね、ぜひ行ってほしいなっていうおすすめでした。でこれとあとね、お土産をね買ったんですけどね、これはここに置いちゃおう。これはイギリスの風刺画になってるんですけど、これはねぜひね行ってみた方が楽しいかもしれない、俺学校で言うよりも。これはね、サロメっていう昔なんかいた、なんでしょうね、サロメってわかりますよね、なんとなくね、ちょっとこう女の妖怪じゃないけど、そんな人のやつです。これはハンカチなんで、どっかに貼ろうかなと思ってますけど。で今日ね、実はね、これが痛かったんじゃなくてね、すごくねムカつくことがあったんですよ。また2階から始まって1階で終わるんだったかな。で結構夢中になって見てたんですけど、まあ閉館時間ギリギリだったんですよ。それは知ってたんですよ。で知ってたんだけど、なんか人がごった返すんですよ、最初の入り口とか。だからどんどん先行ってください、先行ってくださいって係の人に言われて行くじゃないですか。でじゃあ後でも見れますからってずっと言われてたから、まあじゃあいいや、そうしようって言って、混雑もね避けるためにこう先行ったんですよ。で階段まあ降りていって、でまあしばらく見て、あもうここで終わりなんだ、ちょうど多分この子の絵のところで終わって、でも
あれそういえばまだちょっと時間あるし、さっき見れてない絵も見ようかって言って係の何でしょうスタッフの人にすいませんって声をかけたんですよ。そしたらその態度がめちゃくちゃ悪くて、なんかね他の人はすごい良かったんですよ最終的にね結果としては。でもその人はね本当になんかねその日一日を台無しにする接客でしたね。話しかけてすいませんあのちょっと戻りたいんですけどって言ったら、え戻られるんですかはみたいな、はいって言ってあのこうなんかありましたっけこの上って言ったら、いやそれいっぱいあると思いますけどなんか見てないのありますか。本当にこんな感じですよまんま、別にあんま持ってなく、いやあ確かにそっか上にあったかなんつって、まああの友達と一緒に行ったんですけど、じゃあ行っかってなった時なんかすっごいね言い方もムカつくしね、大人になってまあ結局出たんですけど、いやあと5分ぐらいしかないんで閉めさせてもらっちゃダメですかねみたいな、え何それと思って、まあいいやっていうか遅く来たこっちも悪いっていうのもおかしいんですよ、1時間以上待ってるから外でね、なんかなって思って、まあ、結局戻れなかった、まあ、自分としては満足して見れたんですけど、だからそういうスタッフが一人いるだけで本当に台無しになるんだなっていうふうに思いました。その人一人というかね、待った時間だったり、ね、お土産買ってこの映画すごい見たくて並んでいろんな気持ちをね、で吉田洋さんの声を聞いてとかっていうのもなんかすごい全部台無しにされました。あのね出口付近のねまだ本当なんかその本当手前のねスタッフ絶対顔忘れないね、ああいうのは本当に不快な気持ちになりました。なのでねあのやっぱりまあ僕その時も話しかける前からなんかこの人大丈夫かなっていう感じはあったんですよ。でも急いでた時間もなかったんで人を選んでる場合じゃなかったんですけど、まあちょっとねそんなことがあり、まあでも絵は見れて素敵な日になったんですけど、そいつがいなかったらあと5割増しだったかなっていう感じですね。うん、まあちょっと文句っていうかね、まあそれがメインだったんですけども、まあとにかくこの絵もそうだし、怖い絵展、他にもいろいろありますよ。なんつってもね、今回はね、なんかね、キャッチコピーがすごい素晴らしかったんですよ。この子のキャッチコピーは、どうしてだったんですね。で、あの、ちょっとこのサロメの、なんかもっとなんか怖いカラーのなんか裸の、本当裸の女の人で、なんかドクロの指輪とかつけてて、死体の山の上に座ってるんですけど、その人のその絵のキャッチコピーがいただきますだったんですよ。でフォントがまたちょっと怖いっていうかね、うん、なんか味があるフォントを使ってましたけど、で本当で思い出したんですけど、あの絵の隣にある説明書きがあのちょっとねあの細字になってるんですよ。なんでちょっと視力に自信がない人、あと背が低い人はあの混雑の中を見るのはちょっとかなり大変だと思うんで、まずは目がある人はちゃんと見える眼鏡をつけていくかコンタクトをつけていく、あとはまあ背が低い人はなるべく前にもう並んじゃうしかないですので、まあ、そこの注意をしていった方がいいかなと思います。僕はでもまあ、美術館としての点数はすごく満点だったと思います。はい、作りにしても絵の置き場所にしても、もうね誰もいない時に見たかったけど、まあ関係者だったらいけるのかな、うん、関係者になってみたいものです。ぜひね上野美術館に行ってみてください。そして上野の森美術館の、関係者の方無料で招待してください。それではまたお会いしましょう。バイバイ。